お、初めて見る依頼が混じっとる。これは選ばな。ルビコン解放戦線、その実質的指導者から依頼が届いています。偉い人や、ゴマスラナ、コネクション作ったるで。ルビコン解放戦線、中央表現支部司令、ミドルフラットウェルだ。あれ、ラムでイグアスとボルタやっつけるよう依頼してきた人の声ちゃん。わ、うちも偉い人に気に入られとったんか、嬉しいな。今最も恐れるべきは、惑星封鎖機構の機体が敵の手に落ちること。制外企業の技術力と資金力があれば、の各機体の解析や再現は難しくはない。その攻撃はやがて封鎖機構をも飲み込む恐れがあるのだ。そこで今回の依頼となる。ヒアルマー採掘場に配備された封鎖機構の新型 HC および LC 機体、これを奇襲撃滅し、機体情報が企業に渡る可能性を未然に防いでもらいたい。 HC に対して LC 貧弱すぎない？世の中そんなもんやで。さあ、機体の準備が整った、出発しようか。戦艦ハルバードに乗ったメタナイト卿やで。落ちるじゃん。そんなん言わんと。ハルバードの二連主砲とメタナイトの宝剣ギャラクシアを装備。今回ヤシパーツは以前キャプテンファルコンで使いこなせなかったのと同じやから、頑張って操作したいで。仕掛ければ応援は避けられないはずだ。どちらを先に叩くべきか、お前の判断に委ねよう。 HC と LC はそれぞれ別の場所に配置。片方を叩いた時点で敵が集まってくるそうだよ。この機体じゃ狭い場所はむっちゃきつい。どっちを襲うかは現地を見てから判断したいとこやね。あ、風車のおダメージや。新型 HC を確認。近接適性を強化した執行機体です。ここなら広くてええ感じ。もう仕掛けてまうで。やむを得ん。調整は中断だ。起動するぞ。おわ、一瞬でここまで来た。すごい機動力だね。でもむっちゃひるみやすい。ピーキーな相手やな。斬撃斬撃。おわ、のけぞらへん。フラッシュ発動。その攻撃ストップや。うまい。 HC は封鎖機構の技術を結集した最新兵器だ。企業の手に渡れば厄介なことになる。甘いで、こんなひるみやすいなら引くよりも攻める。二連主砲、発射。わからな、寄せ集めに。おお。ところでお姉ちゃん、二連主砲を二つ担いでるってことは、それ四連主砲にならない？ああ。あくまでも二連主砲が二つやし、あ、でも主砲が四門ってことになるんか？うちそういうのようわからへんねん。今ちょうど頭も回ってないし。明けましておめでとうございます。とにかく2対1のままやとあかん。ハルバードは動きが鈍くてひるみやすいから、あんま近接はしとうないねんけど、早う敵を減らすためには主砲をガンガン当てるのが得策。ついでに斬撃ホイホイ。攻撃を確実に叩き込める距離で早期撃墜を狙うで。この足パーツ、空飛べるタンクって立ち位置なんだろうけど、いろいろ半端な性能だし、結局強みってなんだろうね。ベガール貼れる面積が一番広くて再燃機体にええやん。戦闘面の強みじゃないんかい。この敵一番やわっぽい。ひるんだところへタックルや。ここまで。全目標の撃破を確認しました。ミッション完了です。レイブン、その名にたがわぬ羽ばたくような戦いぶりだ。地面にほど近いとこノロノロしてた気がすんねんけど。お世辞だよお姉ちゃん、依頼を達成したから褒めてくれてるんだよ。そっか、優しいな。ルビコン解放戦線から依頼が届いています。ああ、もう地元民にすっかり気に入られたで。歩いてたらお野菜とかもらえるんや、きっと。この星の主食アームだよ。おえ。惑星封鎖機構が地上戦闘向けの特務機体カタフラクトを実戦配備した。我々は封鎖機構の高性能機が企業の手に落ちることを危惧している。
それを未然に阻止するため、あなたに撃破してもらいたいのだ。いや、片栗粉ってなんやねん。片倉小十郎と迷って伝わりやすい方。まあええわ。見て見て、ハルバード脱いだぜ。知らない日本語だ。この足も遅いけど、やっぱさっきのタンクよりもええわ。うちほんまタンク苦手でな。さあ、この依頼は単純に片栗粉をやっつけるのが目標だよ。うおー、スマブラの横ビー攻撃いい？え、ひるませた。嘘、そのガタイ見かけ倒しかいな。どうやら人型機が真ん中にプラーンとぶら下がってるみたい。そこを叩けば全体の動きが止まるようだね。弱点むき出しやん。人型機で操作って点はええとしても、そこパルスシールドで守るとかさ、なんかなかったの。すごい弾幕装備だし、近づかれるの想定してないのかも。無理や。人型機に攻撃当てなダメージ通らへんみたいやな。あれ、向こうから普通に近づいてくるじゃん。ぶら下がった弱点隠すこともなく見せつけてきて変やの。やっちゃいお姉ちゃん、なんか嫌やわ。優先排除対象レイブンの情報を回してくれ。シミュレーターと線形が一致しない。貴様、何者だ。あ、この度レイブン襲名しました、ことのはあかねです。この時点ではまだ本物と出会ってないんだけどね。本物も結構いろいろなとこから恨みを買ってたみたい。やんちゃやね。正体不明衛士、貴様はここで排除する。本家レイブンは死を偽装して姿をくらました。そのパイロットデータをちょろまかしたんがうちってことやね。これまでレイブンが何をしてきたかはちょっち興味あるけど、今のうちは今やることをやるだけや。コード5、戦闘ロールを阻止、再処方。全てはお金のため、別エンディングのためだよ。ミッション完了だ。レイブンについては気にしなくていい。借りた名義ではよくある話だ。むしろラミーの名義とかやったら気楽なもんとちゃう。ラットの薬物名帝最弱ランカーさんじゃん。それはそれでどうなの。独立傭兵レイブ、カタフラクトの撃破に感謝しよう。片揚げポテト食べたいな。しばらく食べてないね。それにしても弱かったで、片栗粉。これでダメ以上の報酬もらえるんやもん。安定して1分弱で倒せる上にこのお値段、ラムを過去にした依頼やね。ルビコン被害者の会が立ち上がりそう。1周目と同じミッションはすっ飛ばしてんねんけど、このペースなら結構早く完結しそうやね。ちなみに今んところ2周目で一番苦戦したんがこちらです。チェーンソー担いでったら振っても当たらへん当たらへん。なんかもう苦手やこいつ。ほなな。